じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ご自己だ。はい。今年最後ですね。はい。はい。いやー今日、ま、何が一番最初に僕は言いたいことは、はい、寒かったのです。はい。寒さの中コロナ対策ですかね。そうですね。換気してたので、寒かった。はい。下からこう冷気がね降るというか。いやそれよりもゾッとしたのが、はい、最後2つ飛ばされそうになって、そうなんですよ、ねそれもゾッとしたんだけど、どっち取るかなと思ったわけですよ、はい、でやっぱり一つ目の方の、はい、あの記事ね、実はゾッとし僕はしてるんですよ、はいはいはい、というのは、はい、読みながら、はい、実は自分のね家計に関係あるのかなと思って読んでたの。家計？そう、こうしたのね。そう、これね話してるとちょっとまあ、マジな話でガチな話になっちゃうんで、はい、ちょっとね、まあ、こういう工事コロナにそぐわないということでかなりカットして話しますけど、はい、まあ、僕なりにちょっと直感的にですね、はい、まず一つあるのは、まあ、うちの娘に関する話、はいはい、ちょっとプライベートな話ですよね、はい、でうちの娘の不思議なところがありまして、はい、3歳ぐらいから絵が描くのが好きでですね、はいはいはい、まあベティちゃんとかね、はい、キセイちゃんみたいな、そういう女の子の人形の絵を描くのが好きで、はい、描いてるんだけど、なぜかね、片目をだけこうつぶっていうわけですよ。だからずーっと言ってもね、なんでこれ両目ね開けた人形さんを描かないのって言っても、はい、理由は言わないと。でやっぱり不気味に思うじゃない。はいはい、で僕がね不気味に思うね節が実はあるわけ。はい、というのは。うちのね親父がね片目が見えない。あ、そうなん、途中で事故でね、まあ、事故で、まあ、片目を失っているわけなんだけども、義眼なんですよ。あらららで、それからね、うちの親父のねお父さん、まあ、僕のそのおじいさんになったりも、実は、失明してるんですよ。だからね僕はねしばらくね俺もなるんじゃないかみたいなね、そういうちょっと恐怖っていうのかな、はい、そういうのをこう抱きながら、まあ、大人になったっていう経緯で、まあ、幸いまあ今ねまあ、そういうことではないんだけれども、まだまだ分かんないですねだからね、そのあの記事読んだ時に何か直感的にねその思うところがあって、はいはい、であとそのたたらってあるじゃないですか、はいはいはい、たたら、はい、でうちのご先祖もどうもね何かそっち系じゃないかなっていうね、ことをね思うところあったわけですよ。そうなんですね。ちょっと名字が変わってるじゃないですか、はいはい、だからちょっといろいろと調べたりなんかして、はいはい、どうもねその森とかね、はい、その木とかそういうのに関係ありそうだなっていうね、だいたい当たりはつけてたわけですよ。ああはあはあ、やっぱりタタラとかその当たりがねどうも匂うぞみたいなね。そうなんですね。で、まあその今日の記事にね、そしたら、はいはい、事故があった。事故ね。10月に編集長。聞くと恐ろしいですよね。結構なんかこうずっとそうないですか。まずはその時は、はい、今年最後の締めで、締めでここまでちょっとオカルティックなんだっていうか、まさかのでしたね、思い知らされるというか、なかなかすごいですね。まあどんな内容かは、ね、こっちはないんですけどね、ちょっと YouTube 本編を見てもらうとよくわかるんで、ね、まあ、記事もね長かったですね。結構ね。二つ飛ばされるとはなかなかないですよ。そうですね。飛ばされそうになるというね。そう、本当ですよ。あれね、はい、途中でね、トイレも行かれたしね。行かれましたね。やりました。これ多分配信を見る方は知らないでしょうけど、生をご覧になってた方はね、一時期三上さんがいない、ワンショットのシーンがあってっていう、ね、まあライブですからね。ライブですよね。ライブの人はもうお得だったかなみたいなね。あ、そういうのも見れるので、はい、今後 ね直接見に来ていただくのも、はい、そういうのも楽しめる、ね。そうですね。今日の質問コーナーで、はい、GoTo の話あったじゃないですか。GoTo ありましたね。なんかね行きたくまたなりましたね。そうですね、旅に、はい、どうもやっぱりこうなんか閉塞感にこうなんかこうなんかこう縮こまるような感じじゃないですか、このコロナの。こうなんか知らないうちにうつうつとしちゃうんですよね、はい、やっぱり、ね、GoTo で出ていくべきですよ、外にね。もうあれですね、はい、恐れだ恐れ山とかね、ミステリースポットにね、本当にエメラルドグリーンなのかどうか、そう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 、
行ってみないと分かんないもんね。そうなんですよ、行ってみないことには、うんうん、ちょっと行ってみてください。僕もね、そうは言っても GoTo 利用してね、これ秋田に来ました。よかったですね、秋田に。唐松神社とね、行ってきましたよ。で唐松神社ね、いいとこですね。あ、そうですか。もう景観がね、ちょっと違っててね。で、行ったら、友達しかいないわけですよ。行って行ったのに、帰ろうとしたら、ちょっとなんてね、呼ばれてね、近所の人で、栗のなんかこのデザートみたいなの、呼ばれちゃったりとかして、いろんな話したりとか、神谷いいですね。やっぱりあれですね、恐れ山も、はい、今日の話だとちょっとイメージ違いますね。ちょっとね、なんかね、パラダイスっていう、パラダイス、ね、まさかね、パラダイスって言葉出てくるとはなーっていう、ビーチとかね、ビーチとかね、今まで恐れ山のイメージとはちょっと違う、ちょっと違ってたね、板子さんはいないんですしね。まあ今日も面白かったですね。面白かった、はい、うん、最初ね、三上さんテンション低くてなんでですかね、やっぱりあれその YouTube の前に今日収録、あ、そっか、そう、他の収録が楽しくて、朝から楽しくて、低くてユリ・ゲラーの、はい、金たまごさんあたりからこう盛り上がってきましたね、はいはい、見てみたいですね、金の卵、卵は割れたっていうぜひ来てもらって、はい、見せてもらいたいですねっていうこと思ったら割ってみたいっていうなかなか、はい、はい、まあ、あれでは一つの、ね、特集がまた組めるかもしれないですよね。そうですね。じゃあ今日の YouTube で、はい、ダメ出しポイント、あ、飲んじゃったよ俺やばいやばい今日の YouTube のダメ出しポイント、ダメ、それはやっぱりあれですよ、二つ飛ばしそうなのなるほど、話が長いと、もうそれしかないですまあ一応かろうじてね、一応4つで、まあ、締めくれたっていうところでね、かろうじてひょっとしたらあれですね、限定されて YouTube 史上初めての、はい、初めての2つ飛ばし、2コーナー2分割っていう、これね、飛ばされたらね、実はね、一番ね、やっぱりね、なんかね、正直言うとね、ちょっとせっかく書いたのにっていうね、台本をね、あるんですよね、まあ、幻のコーナーですよ、最後の記事良かったんですよ、まあ、本当ですか、あれ、ちなみに何のネタだったんですか、牛のね、重機、はいはいはい、うん、牛魔人ね、はい、牛鬼と魔人、はい、要するにこのコロナのね、この、まあ、失速したこの、靴下ね、この時期にどこの、神社にお参りに行ったらいいかと、あ、これズバッと書いてあるわけです。おー、面白いですね。そういう意味でも、ね、それはもうぜひ目を買っていただいて、そうですね、記事を読んでいただいて、この神社とこの神社とこの神社に行けば、うん、大丈夫だと、うん、書いてあるんですよ。そうですね、はい、じゃあそれ含め、今日の YouTube のトップ、はい、今日ですか、はい、今日はどうしようかな、今年最後っすよ、最後だもんね、最後っすよ、見たしまあじゃあ80点、はい、はい、ありがとうございます、いただきました、はい、中途半端な、はい、80点です、はい、いきましょう、はい、8ですからね、8ですからね、はい、8ですから、はい、ところで、まあ熱烈な工事コーナーファンの方は多分ご存知かと思いますが、いますかね工事コーナー、2020年4月号、はい、の工事コーナーですね、とある企画、そうなんだよね、イベントをやりまして、はい、まあ誰しもあまり気が進まない、はい、企画なんですがあれダイエットしようと忘れてなかったっていうね、はい、で、まあ年末最後の、はい、収録で結果出すぞと、でそれぞれ、目標値を設定して、はい、クリアできてるかどうか、そういう話でした。で私ね、2回しました。2回したの2回しました、ご苦労さんですね、はい、4名ノミネートしてますね、はい、まず私エントリーナンバーワン、私、はい、4月、あ、まあ、3月ですね、3月初めの収録でした、はいはい、77キロを、64キロにするという64キロ、はい、そう見えないけどね、もう諦めます、次、浩司さん、はい、86.8 キロを79キロにするというおっしゃってましたね、はい、
次、ヒューマンキューブリーダー、妻さん、はい、75.4kg、はい、これを 63kg にするという入れたいけどね半分になるちょっと無謀なね次、無限次天守、はい、唯一の3桁105kg から、88kg という目標入れないけどね、はい、じゃあ、でこれさ、はい、罰則ゲームってあるわけ？いや、ね、考えたんです、はい、多分ね、みんなダメです、うん、見た目で分かるじゃないですか。どうだって久々に分かんないよ、久々に会う人、みんなに太ったねって言われますこれ絶対無理なんで、うん、ちょっと半年伸ばしません？それダメだろダメだよそれ。じゃあこの目標値はそのままにして、とりあえず今日体重計持ってきたんで。飲んでないんだよ今そのために。いや変わんないっすよ絶対変わるよ。いやでもあれっすよ、あれっすよ、炭酸で浮くかもしれないガスで浮くかもしれない、軽くなる。今日ね、実はとね、ジムに行ってね、体重確かめてきたんだな。結構気にしてるじゃないですか。まあいいや。そう でだから今日は測ります。測ってみんな の、まあ、途中経過を見ようか。計量です。計量タイム。はい、そもそも77だから減ったわ。減ったわ。目標いくつ？目標64。計量。村さん取った方が軽くなりました。お、79.4。ほら、クリアしてねえや。え、目標79です。いや、これ取れば、これ取ればどうですか。3月時点で 75.4kg、はい、目標が 63kg、はい、さあどうぞ乗ってください。じゃがちゃん、これは、はい、固まりました、はいはい、発表します。 73.7。 うそ、目標なんだっけ？目標63です。 10kg じゃない。さあ、無限寿天守登場です。まだです。はい、105キロから目標が何キロでしたっけ？目標が88キロ。はい、固まりました。笑うな。出ました、 103.2キロ。あ、でも2キロ減ってる。なんで途中経過にするのかな。あれですね、現時点でどういうこと。現時点というかもう本当にやっぱりなんか賞金かなんか出ないとさ。かけますちょっと、途中経過賞って何ですか。途中経過勝利賞、まあ、ちょっと逆行になっちゃったねえ。で半年前は特に決めてなかったんですよ。2回した罰ゲームとか、あ、そう、トップ賞とか。でなんで今回も決めましょう。あるってことなんですね、うん、だから6月号だって。俺これでクリアしたらもうじゃんじゃん飲んでじゃんじゃん食べるつもりでいたんだけど。トップ賞はまあみんなからとりあえずこの参加者、4人から1000円。1000円。トップ何と思って、オープンクーポンみたいなもんじゃない。トップはあれですよ、目標値に一番近い。痩せましょう。痩せてます。痩せましょうっていうことで、皆さんの不甲斐なさをさらけ出した後でなんですが、締めていただきましょうか。今年のちょっと締めづらいんだまあじゃあ締めようか。では、はい、来年も痩せよう。来年は、来年は、ね、はい、痩せましょう、はい、ダイエット
やってました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ということで頑張りましょうね。えい、やってました。 OK ですね。これですよ、これ。